黄色が、ムスタンの領域ローマンタンガンダキ川ムスタン王国は、かつて存在した、ネパール領の自治王国で2008年まで存続した。首都は、ローマンタン。ムスタンとは、チベット語で、肥沃な平原の意味。現在は、ネパール連邦民主共和国ダウラギリ県ムスタン郡。ネパールとチベットの国境、ネパール中西部、ダウラギリ地方の北部、ガンダキ川の上流に位置する。 南北約 81km、東西約 64km、面積3640平方キロメートル。ほぼ、奈良県と同じ広さである。チベット高原や中央アジアとインド平原を結ぶ回廊に当たるため重要な地点である。長い間、外国人立ち入り禁止だったために、禁断の王国とも称される。人口約9000人で、住民は、 チベット人の六派族である。そのため、王国は、老王国とも言う。言語は、チベット語。宗教は、チベット仏教を信仰するなど、チベット文化の影響が大きく、長い間鎖国されていたため、チベットの伝統や文化が破壊されずに原型をとどめている。特に1951年、チベットが、 中国の軍事侵略を受け併合され、中国化されると、ムスタンは、チベットの外のチベット、古き良きチベットとして知られる。1350年にアメハルが、ムスタン王国を建設。ゴルカ王、プリトビナラヤンがネパールを統一し、ネパールで、シャハ王朝が生まれた1769年以降も、ムスタン王国は、アッパームスタンで、老王国として独立していた。 2008年まではネパールで唯一高度な自治権が与えられていた。最後の国王は1930年生まれで1964年に即位したジグメーパルバルビスタ。日はチベット4月への貴族の娘。普段国王夫妻はカトマンズに住み、祭りなどの時にローマンタンに入るという生活であった。2008年10月7日、ネパール政府により、 半王制廃止が決定されたことにより、ジグメーパルバルビスタは、ムスタン国王を退位、ムスタン王国は終焉を迎えた。この地に、欧米が最初に立ち入ったのは1950年代であった。標高2700メートルのアンダーアムスタンと、標高3500メートル以上のアッパーアムスタンに二分され、首都ローマンタンのあるアッパーアムスタンは、チベット動乱以来、 1991年10月に解禁されるまで長く外国人の立ち入りが禁止されていた。解禁された現在もネパール政府公認の旅行会社を通して申し込み、2名上で行動しなければならないという制限がある。以前はリエゾンオフィサーの同行が義務付けられたが、現在はこちらは廃止された。 入域許可費用は10日まで1人 500US ドル。11日目から1日 50US ドル。ありがとうございます。